小亀さんの気を引くべく小松菜をちらつかせてみます。早速小松菜に反応する小亀さん、生物としての本能なのでしょう。何はさておき、食欲第一ってなわけで餌に食いつこうと首を伸ばしますが、ギリギリのところで届きません。まあ当然ですよね。サディストな飼い主がそう調整しているわけですから。ふてくされる子ガメさん、しかし内心ではやはり諦められないのでしょう。小松菜が視界に入ると再び首を伸ばして食いついてきます。届きそうで届かない、届きそうで届かない、そんなやきもきする状況にムラムラ、もといイライラする子ガメさん。そしてそんな子ガメさんを見てゾクゾクする飼い主。飼い主クソ野郎だなと思った視聴者の皆様、ぜひとも他の動画もご視聴ください。飼い主が紛れもないクソ野郎であることがお分かりいただけると思います。とまあそんなことはさておき、ムラムラもといムカムカしながらも辛抱強くどうにか小松菜に食いつこうとするマゾヒストな子亀さん、食欲が最高潮に達しているのか、もう小松菜しか目に入らない様子。というわけでしばし小亀さんの奮闘ぶりをご覧ください。ほーれほれ、これか、これが欲しいのか。こんなはずでは。特に意味はないですが、小松菜を餌に小亀さんを誘導してみる。そうして長い戦いの末についに決着の時がやってきました。小亀さんまさかの捕まり立ち。受けてみろ奥義。ようやく念願の餌にありつくことができました。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。